マティアス・クンチュは、ドイツ出身の指揮者。1935年、カールスルーへ生まれ。ハノー・オファー音楽、演劇大学で、カール・エンゲルに、ピアノ、モーツァルテウム音楽院で、指揮法を習得し、ロブロ・フォン・マタチッチ、ヘルベルト・フォン・カラヤン、パブロ・カザルスの各種の教えを受けた。1950年に、ブラウン・シュワイク歌劇場で指揮者デビューを飾る。 1959年から1964年まで、バイロイト音楽祭のアシスタントを務め、1962年から1964年まで、ボン歌劇場、1964年から1966年まで、マンハイム国立歌劇場、1966年から1969年まで、ハンブルク国立歌劇場、1969年から1973年まで、 ミュンヘン国立歌劇場、1973年から1977年まで、リューベック歌劇場、1973年から1985年まで、ザールブリュッケン国立歌劇場のそれぞれの主席指揮者を歴任した。1981年から1986年まで、バイロイト音楽祭の国際ユース管弦楽団を指揮し、 1986年から1989年までスペインのバスク国立交響楽団の芸術顧問を務めた。1989年にアメリカに移住し、1992年からベーリア書き歌劇場の音楽監督を務めている。ナ n ス x ット j p 公式サイトハットインターナショナルフーズフーイン、クラシカルミュージック2007ヨーロッパパブリケーションズリミテッド、 P436 ISBN 9兆7818億5743万4163メチアス君摂取2016年12月30日時点のオリジナルよりアーカイブ2016年12月30日閲覧ありがとうございます